ロベルト・ミューレンは、オランダ・プルメレント出身のサッカー選手、FC フォレンダム所属。ポジションは FW、アイアックスの下部組織出身。しかし、アイアックスでは、プロデビューできず、2011年にクラブを退団し、FC フォレンダムに加入した。フォレンダムでの3シーズン目、エールステディビジの舞台で34試合25得点を記録し、 オランダ国内外の注目を集める選手となった。2014年8月28日、AG アルクマールに3年契約で移籍した。しかし、AG では、フォレンダム時代ほどの輝きを放てず、3シーズン後に契約満了でクラブを退団し、ベルギーの SV ズルテワレヘムにフリーで移籍した。2019年7月5日、エールステディビジの SC カンブールに1シーズンの 契約でレンタルされた。カンブールでは、フォレンダム時代の活躍を披露し、29試合で26ゴールを挙げ、クラブの1位フィニッシュに大きく貢献した。また、本来は1シーズンでズルテワレヘムに復帰する予定だったが、ミューレン自身がレンタルの延長を希望したため、2020から21シーズン終了までクラブに残留することとなった。 元サッカー選手のアーノルド・ミューレン、ヘリー・ミューレンの意にあたる。ありがとうございます。